それじゃあ早速いただきましょう。せっかくだから最初の一口は誰か一人をカメラさんに抜いてもらっちゃおうかしら。誰かを。ふっふっふー、誰にしようかしらね。っていうか愛理が選ぶんだ。こういうのはノリよノリ。それじゃあしずく行ってみましょうか。はーい、それじゃあお先にいただいちゃうわね。どんな味なのかしら、楽しみだわ。こんなにクリームが多いから甘すぎちゃうんじゃないかって思ってたんだけど、いちごが少し酸っぱくて全体のバランスが取れているからとっても食べやすいわ。すごい、こだわってるんですね。しずくちゃんいいなぁ、私も早く食べたいよ。それじゃあしずくの素敵な笑顔もバッチリ撮ってもらったところで、私たちもいただいちゃいましょう。やったやった、じゃあ私もいただきます。おいしい。いちごの味はどうかしら。とっても美味です。甘酸っぱくていくらでも食べられちゃいそうだよね。中のカスタードはどんな感じ。そのデリシャスです。美味しいを言い換えればいいってもんじゃないのよ。でも本当に美味しいね。しずくも言ってたけどすごく味のバランスが取れてるし、上の方と下の方で味の印象も変わるのもいいよね。コーンフレークとカスタードの部分はあっさりしてる感じがする。こんなにたくさんあるのにパクパク食べれちゃうな。私結構甘いものが好きなんですけど、このパフェは本当にどれだけ食べても飽きなくて、つい食べ過ぎちゃいそうだから、明日からは運動をいっぱい頑張ろうと思います。あー、まるかちゃんの可愛さもチョモランマ級でお腹いっぱいになっちゃうよ。はるかの言う運動を頑張るってどれほどハードなメニューをこなすつもりなのかしら。愛理ちゃんはもう食べた？早く食べないとなくなっちゃうわよ。ぜひ食べてほしいな、すごく美味しいから。そう思うならその口にスプーン運ぶ手を止めなさいよ。このままだと本当に食べ尽くされちゃいそうだし、久々にハッピーペロリを見せちゃおうかしら。ハッピーペロリ？もしかして生でハッピーペロリが見れちゃうの？ハッピーペロリって何？ハッピーエブリデイの技の一つだよ。何を食べる時でも。それじゃあ、いただきます。ハッピーアイドルモード 100% の技なの。確かにちょっとあざとさはあるものの、胸にギュンとくる可愛さがあるかも。愛理ちゃんのハッピーペロリ久しぶりに見れて嬉しいわ。うんうん、私もすっごく久しぶりに見たから感動しちゃった。まあ、もともとはバラエティーで
納豆ジュースとか青汁シチューとかゲテモノ食べるときにやってたものなんだけど、今日はほっぺたが落ちちゃいそうなくらい美味しかったから、まさにハッピーペロリって感じよ。